はい、くもちゃんです。くもちゃん。まあ、心配してはる人おるけど、立派なね、うんこもしてるし、大丈夫ですよ、おしっこもね。だいぶ、ね、カメラが怖いんかな。カメラ向けたら結構怒る時もあるんやけど、普通に近くまで行って怒らん時もあるから、ね、あ、びっくりした。ごめん。また怒ってる。なんやろね、この子はほんまに。まあ、頑張ろう、今日も。もーちゃん。もーちゃん。もーちゃん。クリちゃんみたいになれたいけどね、早いこと。よし、やろう。それで、ね、旅来るとまた旅、また新しいの用意して、誰か言うてはったように、ちょっとまた旅つけたりして、いろいろチャレンジもしてみます。ね、手袋もまた買いに行きますね、これ。今日はちょっと忙しいって。買いに行く暇がないんで。おいで、もーちゃん。はい、上行こう。はい、上行き。ね、ここが一番、ね、取りやすいから、とりあえず上に。おいで。はい。またこれ、はい。おいで。おいで。おいで。泣いてるわ、ないか。はい。噛まれるかもわからん。おいで。ガブって噛んでくると思う。もーちゃん。はい。噛んだよ、もう。はい。よいしょ。よいしょ、はい。重くと噛んだんや、もう。さっき。なあ。噛まなわからんの。はい、噛み。よいしょ、よいしょ。もーちゃん。まあ多分、この子の立場で考えたら、いろんなことを思い張る人おると思うけど、まあこなして、なんか、どっかのね、捕虜に捕まったとして、得体も知らん人に、こう、拾われたりして、初めは怒ると思うんですよ。多分、ポンさんも怒ると思う。だけど、抵抗して何もしてけんやったら、だん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 、ポンさんは自分が、ね、あ、大丈夫や思って心開くと思う、やけどね。この子はどうなんかわからんけど、ポンさんはそう思うんやけど、まあ皆さんもね、一度考えてみてもまたわかると思うけど、なんか捕虜になったりしたときに、そら、バーンと叩いたりされたら、やっぱり怖なったりして、ねえ、やめてくれみたいなのもポンさんも言うけど、こなして今、こなし噛まれて、こなし噛んで、ちょっと、興奮したけどね。この人噛んで、何もせんかったら、今も目ずっと見とったけど、何もせん、うん、噛んだやん。はい、噛み。はい。噛んだよ。な。はい。それで、何もせんかったら多分、だん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 大丈夫やと思ってくると思うんですよ。やめてくれみたいなのはやるけどね、ポンさんも。私、常にこう、噛まれてして、何もせんっていうのが分かったときに、それで、最後にね、なんか、自分の、美味しいものをね、ポンさんでもいただいたら、こいつ大丈夫なんかな、と思ったりするっていう原理で、今、鳴らしてるんやけどね。なあ。まあ、ちょっと、何されるかわからんいうところで、怖いと思うけど。なあ、何もせんよ。それはなんかひどい仕打ちとか受けたらね、話は別やけど、何もしてないからね、ポンさん。だから慣れると思うんやけどね。ね、今日も本気で感じちゃったけど、まだまだ、ね、道のりは遠いね。ね、もーちゃん。とりあえず、また、ね、美味しいものをあげ与えよう。もうそれで、ね、やっていかんと、
ね、ポンさんがここでね、ケーキなんかもらえたら、あれこいつ、美味しいやんと思って、こいつ、美味しいもんくれるやんとなった時に、多分、心を開いていくと思うんですけどね。はい。はい、ほいで。食べ。うん、はい。な。美味しいやろ。むにゃむにゃむにゃ言うてるやん、お前。ちょっと待ってよ。はい。うん。もうじゃん、ちょっと外開けてたろか、そこな。外好きやったもんな。ね、はい、あ、素手でやるの忘れてた。素手でやるのでだね。ね、はい。はい。ちょっと泣いてきたかな。前よりもね、チュール出てもわからんやつね。美味しかったやろ。な。とりあえずそれで慣らしていこう。慣れていこうな。何もせんからな。な。はい。以上です。